本日の血のリミットは何が一番良かった？ホストクラブに人数合わせた。そう、ホストのサービスで何が一番良かった？七望すごいって衛星が詰められてる。何も残らないんだよこれ。ブラッドさんは？ブラッドは、うん、S じゃないかなぐらいの気持ちで生きてきてるんですけど、うん、元彼ド M でした。ホストクラブ行ったって、あ、そこや、確かにそこや、うん、そう、ホストクラブの件は、ね、お友達車がめっちゃここ通るくない？え、みんなには見えてないの？見えない、見えてない。まだまだ動画が得意なんだから。話がちょっと違うな、車の話は。そんなんじゃ取らせないですよ。全然普通ですよ。友達がホストするから、そのお客さんがね、今いないから来てほしいなって言われて、じゃあ友達だし行くよってだけじゃないですか。テンプレだから、それ呼ばれただけだから。何が一番良かった？ホストクラブに人数合わせた。ホストのサービスで何が一番良かった？七望。七望？違う、今キモい笑い出たな今。ナチュラルキモい笑い出たやないか。七望、お叱りボイスを言ってもらった。ああ、S が好きなんだ。ああ、友達のお叱りボイスが良かった。はいはい、来たってことね。来たってことね。ちょっと良かった。楽しんだんだね。ケブ、これは黒ですかね。ケブ、これは黒ですか。ちょっとよっ、ギルティ。まずいな。おい、それだけだし。誰だ、え、ちなみにそのホスト誰だったんですか。いや、ちょっとそれはね、ちょ、ニヤニヤしてない？ニヤニヤしてるな。だって別に友達なんでしょ。ただ人数合わせで呼ばれただけの友達なんでしょ。確かに、うん、名誉のためにね。相当これハマってない？そう、わざわざそんなめちゃめちゃ大事になってるじゃないですか。ハマってないよ。いやー、ガチなんだろうな、あの反応。ホストで逃げて隠れた。なるほど。ホストでグンガンだったのか。ホスグンやめて。ホスグンか。あれね、今聞いたレオがホストでグングンってきたよ。早いな判断が。できた。あった、あった、出してきた。これは、これは負けられない戦いがここにある。あのスライディングで一撃決めるのクソおもろいな。振り下ろし綺麗だったな。確実に殺意やったよね今。あの振り下ろし、俺モンハン以外で見たことないもん。体験のね、それは。モンハンさんを殺す時の振り下ろししてたね今。えぐいって衛星が詰められてる。何も残らないんだよこれ。この詰められてる。俺がちゃんと見てるよ。うるせえ、みんな詰めるな。あとで MP4 送るからね。いらないよ。いらないよ。いらない。ボイスは？ボイス？え、フナの？違う違う違う。フナのお叱り。あ、そういうの。いらない。それはちょっと欲しいな。個別で送るって話じゃないですか？え、俺全然。全然俺そんな恥ずかしくないから全然普通に来るよ。 MP3 そういう人のお叱りボイスはいらない。そうだよね。ちょっと恥ずかしそうに恥ずかしいやつが出よ。やったれ。パンパン。無理です。ほらほらほら、もう、いや、ちょっとじゃないですもん。だって僕が恥ずかしいのはめっちゃ恥ずかしいですよ。めっちゃいいじゃん。あ、でもそれは価値がいい、ありますよ。かなり価値ある。でも衛星外ですよ。全然してるのがいいんだよ。あの、ね、話題の中心がどっちも衛星外ってところ、ね。そうなんだよ。終わってる。どういうのお叱りかがわからないですもん。ね、わかんないですよね。ね。確かに。ちょっとダメじゃないかって。え、だからダメじゃないかとかじゃないんだよ。もう、ね、とても良かったんですよ。とてもやってる。とてもやってる。さっきちょっとみたいな言ってたのに。ゴリゴリに刺さってんじゃん。埋まってるんじゃないですか。聞いてみたいな。クリップ何回かは見たね。ガチだ。いつ。ちょってるやん。ちょっと弱いのかもしれない。俺は。そういうのにね。そういうのに。普
優しい人が急に怒ってくるのとか弱いの。やっぱりね。あれねはド M なんだろうな。ああ見えて。あ見えて、ね。叱られたいってそういう話になってくるから。普段そういうタイプじゃないからこそ。あまあ逆に叱られないからね、やらかしても。うん。ついてください。皆さん。我にそういう気があるわけないでしょ。いやなんかだから驚きなんですよね。いやそうなんですよ、ね、いやだからないんだってないのに勝手に勘ぐるのやめてね。Fねやめろふざけんなよ。マルだからね。マルの M ね。ド M の M じゃないよ。ステージは S ってこと。いやいや S だと思う。ステージ M そう。いや M じゃないよ。本当に。うん、俺勝手自分はやや S だと思ってます。やや S じゃないんですよ。普通の S でもない。ちょっと生々しい。なんかちょっとね、なんかリアルだよね。いや、かわしい。やだなぁ。え、普段の兄さん M だもんね。まあまあ、まあ、やめて、まあ、そうね、やS ではないかも。でもこの中で一番 S は明確ですよね。明確か。はい、あの人じゃないですか。この中で。はい。まあやっぱ白い。うん。一番向こうの。そう。あの人。あの人。ね、今日キレッキレ。あの人。今日キレッキレのあの人ですよ、ね。みんなほら、体が向いてるそっちに。左の俺はこっち。俺Sですか。じゃないとそんなね、かさぶた落ちようじゃないですか。隙あらばつついてくるにはならないですからね。そんなことないですよ。レオニーさん、ツンツンしてる間はどんな心境なんですか。まあ、楽しい。じゃあ S やんこんな S か。いや、でも自分はなんか割とその状況に応じてどちらにでもなり得るのかなっていうタイプ。両方は生々しいでしょ。両方じゃん。ぐんぐん。違う、相手によってって言ったらいいですかね。ぐんぐん。なんかちょなんか変な捉え方しすぎじゃないですか、それは。何でもいけるってこと。ぐんぐんっていうことはないですよ。両方じゃん。両方。いやえブラッド。いやでも僕はそのみんな誰しもその両方を持ってると思っているタイプなんですよ、そもそもね。はいはいはい、なるほどね。レオニーさんは S 系が強い方の両方ってことですもんね。気分によるんじゃないですか。おお、気分によっては変わるんだ。M の気分の時あるってことですか。いやそれもだから僕はみんなあると思ってるんですよ。ああまあまあ潜在的にね。はい、諸説ありますよね、そういうのって。そういう、まあそうですね、意見みたいなのはね。ブラッドさんは。ブラッドは、うん、S じゃないかなぐらいの気持ちで生きてきてるんですけど、うん、元彼ド M でした。いや、そこまで聞いてないんですけど。言ったね。言ったね今。びっくりしちゃった俺。あそこまで言ってもらえるんですね。あそこまで。なるほど。いいんですか。ああ。ちょっと皆さんの何が分かんなくなってきちゃったな。分かんない。元彼ド M でしたわよ。だって元カレド M でしたはもう、はもうだってね、逆に言うともう自分のド S も出てなかったっていう。そこまで言ってない。そこそんな、そんな、そんななんかあの変な、あの思ってるより健全なお付き合いをした若かりし頃の、はい、若かりし頃ちょっと帰れなので大丈夫です。ちょっとド M エピないんですか。ド M エピ、いやもうこれこれ以上はまたの機会に。また機会に言ってもらうの。これ以上サブゲンで終わり。あっつー。わ
楽しみだな第2回。第2回ね、でも第2回があるってことは皆さんもねもう一個ずつ何から出てくるということですので。いやもうそんなもういくらだろう。いやいやもう全然いいっすよ。マルコちゃんに勝てないから、勝てない、勝てないします。まあね、似合うものが出せないですからね。等価交換ができないから。そんな重いもんじゃない、そんな重いもんじゃないのね。急にぶっ込むからびっくりしちゃったよ。びっくりしたね俺も。なんかめっちゃおもろいやん。マルコちゃんの性癖聞いてんのに元彼のド M さんが出てくると出てきたからね。いや出す時来たかなと思って。出す時来た。引き出しとしてあったってことや。温めてきてたんですよね。あそうや、初めて言いました。そんな元彼の話題を温めることある。あえてだって元彼の話題を出すってことは、うん、その自分のド S にひざまずいてましたっていう話をしてるのですからね。そういうことですね。いや違うんですけどね、うん、違うと思ってますよ。S ではないと思ってます。あれ結果的に、ね、結果的にね、ドってすごいよ。ドド M って思ってるってことはド S なんだよ、うん、多分。そう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 、いやそうですよ。いやでもド M なんだって公開してきただけで、そう、あ、自称ド M だなって思ったわけじゃない。あ、そう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 。自称か。僕はド M だから何々してくださいみたいな。怖い。いや、なんかそんなあれですよ。あの危険なワードじゃないですよ。安心していただきたいんですけど。はいはい、やめましょうこの話は。そう。僕はド M だからしてくださいって話。まあ言うたらド M にのセンサーに引っかかった人ってことですよね。確かに。じゃあ S や。まあね、うん、確かそういうことなんですよね。そう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 。やめますか、この人だったらと思われたって。だいぶ不名誉みたいな感じになってきましたね。全然属性の話ですからね、ただ。まあそうですね。そうそうそう。属性の草タイプか水タイプか。あ、そう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 。それと一緒なんで別に、ね。いろんなタイプがありますから。ただ今のボスにも聞いといてほしい。いや、ボスにはないでしょ。どっかで聞いてほしいな、これ。会議で報告しよう、これ。会議で報告した。ダメだよ。会議で報告はした方がいいかもしれない。もういいや、ボイラさんの。こっちの方が大事や。どうでもなくなっちゃったよ。もういいや、もう全然もう、お釣り来る、お釣り。お釣り来ちゃう。きっかけはボイラさんでしたからね。いや、確かありがとうだな。うん、いい話聞きましたね。ありがとう、ボイラさん。そうですね。ありがとうね、ボイラさん。なんか今日さ、ボイラさんと揉めてさ。おい、そこにもあるんだよ。そうですね、さっきね、出た出た。それ30分以上前に解決した。なんかギガさんいたよね。いたいた。マルさん、ホストいた。そう、ホストいたんだよね。ホスト、ボイス。なんかボイスの話。ボイス？あれで？何逃げるんですか。何逃げる。だから何がだって、もういいでしょ。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 もうだってもう何何もう出てこないよ情報が。もうマルは。ああもうね。まだ口固いからね。言わないよマルは、もうこれ以上。まあ一件落着ということでね。楽しみなんだろうな。よかったよかった。元彼の話を。元彼の話。寝ます。おやすみなさい。